と、音楽と音、OK ですか？音楽と音聞こえてますか？テイストです。どうでしょうか？今日はですね、2018年、6月の13日、18時52分です。よろしくお願いします。おはようございます。音聞こえた？ OK。了解です。おはようございます。全身ボロボロですね。おはよう。そうそう、おはよう。金魚鉢さん、おはよう。捨て垢さん、おはよう。美濃美さん、おはよう。イカ娘さん、バーガーありがとう。おはよう。いやー、大変だったね。人生で一番汗かいたわ、昨日は。楽しかった。全身筋肉痛ですね。大変だったわ、結構。サメちゃんとのツイッターのやりとりしてたけど、セコンドの件どうなったの？なんだっけ、気が向いたら行くって言ってた。風船5個ありがとう、ニャコ。アイテムありがとう。おはようございます。じゃあ、ちょっと日報つけようかな。今日13日だから昨日のつけてないね。昨日の売り上げは、昨日1万超えてたからよかった。そう、村野さんから連絡来てさ、キャスバーやりませんかって言われたんだけど、みんな、キャスバーじゃない、モグゴリの一日店長やりませんかってお誘い来たんだけど、どう思う？みんな。モグゴリの一日店長のお誘い来たんだよね。一応ね、お酒は飲めないっていうことと、放送は許可いただいてるんだけど、ふわっちでの。ちょっと迷ってるんだよね。あ、ユウは来るんだ。俺、料金システムとか全然知らないけど、みんな知ってんのかな？値段とかは全然わかんないんだけど。まあね、来たい人がいるんだったら、まあやる意味はあるかなとか思ってたけど、ちょっと迷ってるね。どっちにしたらいいのかなっていう。求められてんのかどうなのか。まあ一応捨て頃後になるとは思うけどね、やるとしたら。一回断ったのは、村野さんじゃなくて、TJ さんからお誘い来た時は一回断ったんですよ。で、それなんでかって言ったら、最初は OK 出したんだけど、なんだっけな、配信ができないって言われて、最後の最後の契約の段階で、あ、それだったら、ごめんなさいっていう風にお断りした。天下ちゃんありがとう。お疲れ。昨日はすごい充実した。練習だったなぁ。ちょっとあれも見直さないといけないんだよな。どういう動きだったのかっていうの。のんちゃんおかえり。おかえり。
この後動画配信。あ、やる？今やってもいいよ、全然。見たい？やる？もう YouTuber アップ終わってるから。ここ最近では一番良かったかな？どうなんだろう？ちょっと俺も見てないからわかんないんだよね。見ようか、じゃあ。せっかくだから。見たい。はいはい。高画質バージョンでじゃあ お届けしましょう。ちょっと待って。これかな。ちょっと待ってね。準備するわ。何分ぐらいから始まるんだろう。見える？これだね。マガありがとう。ミット打ちからね。あ、ジョージョクさんありがとう。どうも。風船ありがとうね。いや、牽制のジャブってやつね。直樹兄さんの方がちょい高いかな。日高さんはね、あの重心下げるタイプだから、あの実際よりも高いと思う。ドレさんのこういうスタイルに近いかも。日高さん落とすんだよね、重心を。だから膝がグッて曲がってるでしょ。だから日高さんはあの顎が近いね。ドレさんがすごい遠い。ありがとう、花火ありがとう、けん玉ありがとうね、今日一発目、ありがとうございます。頑張るよ、ありがとう。うん、そうしないと自分が死んでる。肘上げね、パン、オッケー。はい、もっと、はい、パン。これが難しいんだよ。要は力入れないで筋力一切使わないで打ってんの。あ、じゃあカズンさんよりでかいですね。5センチでかいですね。カズンさんおはようございます。昨日ありがとうございます。サーさん78センチなんだ。もっとでかく見える。相手は183あるから。かっこいいよね。あの姉さんいらっしゃい。この日の汗の出方やばかったよ、本当に。
だ一切力使ってないもんね、シャドウを見てもほら、スピードとタイミングのみっていう。だから無限連打できる。あ、ちなみにね、ミット持つのも疲れるからね。ミット持つのも意外と疲れるから、日高さんの体、まあまあプロだからねあれだけど、すごい体力使うんだよ。あ、一応結構集中してやりたいタイプですね。お遊び要素抜くタイプですね、こういう時は。普段はおちゃらけてる分、なんかやる時はちゃんとやりたいタイプですね。これが難しいんだよ、力抜くのが。ミットの時手首痛そう。打つ方が、あ、受ける方が、受け方間違えると痛めるよ。あ、ありがとう。あ、いい、あ、いいよ、お小遣いある。あ、500円玉ある。500円玉だけ入れといて、あんなか開ける。ありがとう。これ食べていいよ。あ、アップルパイだけ食べた。いい、食べる。冷蔵庫入れて。あ、だから本当に宮本武蔵の五輪の書とか思い出すよね。脱力。だからパワーはいらない。パワーよりもタイミングとインパクト。いや、それすげえ難しいよ、脱力。だって命のやり取り、命のやり取りするときにさ、あの手を握るとかってすげえ難しいよ、あの力を抜くって。でもそうじゃないとスタミナがすぐ切れちゃう。だ、人間の全力なんか1分ぐらいしかない、1分もないんだよ。 100m 走って10秒とかじゃん。だからラッシュ決めすぎてスタミナがないのもあるんだけど、多分なんだけど、普通に綺麗に戦えば俺2分2ラウンド今ならいけると思うんだけど、それができないの。要は全力疾走しちゃう癖があるの。たくみさんいらっしゃい。 100m 走勝負しちゃうんだよ。だからそれが下手なの。カットなりすぎる。去年もドルさんに言われてた、熱くなるなって。お前は自分が打たれるの怖いから攻撃で潰そうとするんだっていう。よろしくお願いします。相撲の力士は逆に10秒の世界って言われてるじゃん。もう最初にステータス全振りだよ。防御力、攻撃力、スピード、全部最初の10秒にステータス振るの。終わったら喋れなくなるね。直樹兄さんリーチ長いよ。寝起きです、僕は。でもね、昨日ね、俺一番の収穫だったのはボディの打ち方だね。あと実はカズーンさんって、あの DNA 検査とか食料とかそういうののプロでもあるので、みんなが超意外かもしれないけど、本当のボクサーの減量の方法とか、試合前何食べた方がいい、何時間前に何食べろ、全部教わった。相手の映像っすか。相手の映像了解です。相手の映像、賛否両論ある。あの相手の映像どうしよう。ツイキャスのアカウント持ってますよね。後でお送りします。距離練習のシャドウの時、カズさんみたいになんか指導の声出しながらすると、指導の声、あ、イヤホンで聞いたりとかね。っていうかもう寝る前とかずっと見てるよ。昨日もカズンさんの現役の試合見てて泣いちゃったよ、ちょっとかっこよすぎて。
カズンさんが勝った時の試合の映像を見て泣いた。ダルダルさん風船ありがとう。気が抜けたコーラじゃないんだよ。ちょっと相手にも情報与えたくないからちょっと喋れないんだけど、別に喋ってもいいんだけど、とりあえず試合当日と3日前とか何食うか全部決めたね。かっこいいよね。やっぱキャスの映像より見やすいね。B 株よりも高い位置だからな。ガードまさかここまで上げると思わなかった。頭ポンポンするのキュンってなる。あ、女の子は萌えだよね。カズンさんのところ通えばいいじゃん。確かね、初回体験90分5000円だったはずだよ、カズンさんのジム。カズンさんあれ通常初回が5000円で、あの個人トレーニングいくらでしたっけ、90分。通常はいくらでしたっけ。一回通うのありだと思うよ、リスナーさん。すげえいい経験になると思うよ、トレーニング。リオちゃんが会場走りながら歌えるのも参考になる。うん、生で会うと凄さ分かるよ。せっかくあのお金払って教えてもらえるんだから、体験で5000円で90分これ教えてもらえるのは超いい経験だと思うよ。世界7位の人にそうやって教えてもらえるのは貴重だよ。光くんはね、もう体力モンスターだからすごいよ。なんで同じような生活してんのに、しかも光くんの方が酒飲んでるから体力ないはずなのに、なんでなんだろう。光くんと俺の生活全然変わんねえじゃん。光くんの方が酒飲んでるからね。タバコはまあお互い吸うけど。使いますね。アゲマとかやってたから基礎体力があるのか、積み重ねた。天顔って技なんだけど、これ縦に入れる肘、超高等技術。肘とかね無理だよ。前回も使うかなと思ったけど、その距離に入れない。肘は超難しい。いや多分性格的にやらないと思うよ。光くんと2週間住んでたからやってないと思う。やってる時放送回すと思うんだよね。多分生まれ持ってあのフィジカル強いんだと思う。運動神経いいよ。前回も膝で勝ったからね、光くんは。
難しい。いや、そうそうそう、酒さ浴びるように飲んでタバコ吸ってビジホ止まりだからね。フックはそうなんでしたっけ。いや、なんでこんな動きできんだよっていう。腰を回した瞬間に肘を上げるだけ。そのフックは当たらない。硬い三頭筋でしょ。なんかお尻みたいに割れてるよね、太もも。硬い三頭筋っていうの、これ肘を上げるだけ。これが一番使って今日あのパワーがありますよ。はい、素人やったらそれでいい。はい、腰をバデがある。サッカー選手とか割れてるよね、あそこの筋肉は。そう、当時のように肘を上げるインパクトをしっかりしっかり持ってきて、しっかり、はい、いい。そう、これ武器になるな、すごいな。俺これ思うんだけど、カズーンさん多分教えるトレーニングとかもちゃんと受けてると思う。教え方がプロなんだよ多分ね。コーチングとかちゃんと受けてると思う。教えるためのテクニックが持ってるはず。ただ強くなるっていう、その世界取ったのと理論、それもあるんだけど、太もも俺ね異常に太いの、ガキの頃から。親父はキックボクサー、おじさんは相撲取り、母親はスポーツ選手だから、多分ね、あのちゃんと子供の頃からやってたら運動神経良くなってたと思うよ。親父が言ってたのは、最終的にセンスって呼ばれてるものはリズムだって言ってた。俺はリズムがなくて、世界で活躍した人みんなリズムが良かったって。リズム感っていうのがなかったんだって、親父に。だからスポーツ多分極めたらリズムなんだと思うって言ってた。そうだ、次スピードのワンツースリー、全部全部左から全部上げます。さあ、右アッパー近づいてからを想定して、右アッパー、あ、じゃあこうやってます。でね、意外となんだけど戦ってる時頭をめちゃめちゃ使うの。だから、俺の感覚なんだけど、今相手の構えがどうなのかで、空いてるところがどこなのか、どこを開かせるのかっていうのをすごく戦ってる時考えてて、でここ空いてると思ったらそこに飛び込んでいけるんだけど、日高さんとかってガードが硬いから、そのどこを落としたらどうなってっていう、なんか将棋みたいなんだよね、感覚。殴る将棋みたいな、なんか そんな感じで、それがすごく面白いの。あのスパーリングの時とか、どうやったら自分のパンチ当たるかなっていう。だこれがそうなんだけど、あのなぜ左フックから入るのかとか理論があるのね。全部むやみに教えてるわけじゃなくて、こうやってやるとこう開くよっていうのがこのミットの中に入ってるの全部。なジャブの種類も、打つジャブと捨てるジャブと距離測るジャブとって、なんか 6個のパンチの中に使い方がいっぱいあって面白い。これがそうなんだけど、潰すワンツーで隙を作るっていうかね、結局一発当てりゃいいの顎に。その一発を当てるためにいろんな伏線を張り合ってんの。
お疲れ様です、ともさん。どうもです。いえいえ、頑張ります。うっす。下から来たら下に手が下がるでしょ。それでフック入れて、フック入れた後追い打ちでアッパーなの。アッパー、フック、アッパー。だからこのコンビネーション、ね、なぜ早くってとかも全部あるの。要は相手の脳みそバグらせるの。いや、本能をバグらせるっていうのかな。っていうのが伝わってくるの。言葉じゃなくても伝わってくる部分がいっぱいある。あとはこういうフォーム。もう体に染み込ませるっていう。俺はこれが全然できてないから、もうこうやって力抜いて、フォームだよ、腰の回転だよ、スピードだよってずっと教えてもらってんの。もう洗脳だよね。ここはもう、すり込まないと試合で出ないから。もうこれはもう体に擦り込むしかない部分と頭を使わないといけない部分の2パターンあるから、とにかく基礎体力と擦り込みだよね。でその上で戦略でしょ。で光くんはもう考えない方がいいタイプだと思う。多分考えてないと思う。反射だけでやった方が動きがいいの、なぜか。だから光くん目が変わって、考えてない時が一番動きがいい、なぜか。野生児エルビン、こんばんは。ヒカル君はだからアウトで、アウトの距離。はい、夏日さんいらっしゃい。オフパコ祭りだから。ヒカル君でもそんなオフパコしてないよ。ヒカル君全部話すタイプだから知ってるけど、そんなにオフパコしてない。これ今日じゃない、昨日ですね。いや、これね、西村博之が言ってたんだけど、2チャンネラーの具志堅さんとかガッツ石松さんとかバカだと思ってるやつがバカだって言ってた。の頭がめちゃめちゃいいと。要は反射とか運動神経司ってんのは全部脳みそなの。だから運動神経がいいっていうのは実は脳のスピードが速いから頭がめちゃくちゃいいんだよっていう。だからね、考えるんじゃなくて、要は俺みたいな後手になるわけじゃん、考えると。だから実は運動神経いい人はめちゃめちゃ頭がいい。だからドレさんがよく言ってるのは、格闘技やるやつでバカじゃできないって。最後一応頭にこっちでジャンプで返して返せる。お疲れ様です。ちょめちょめ、お疲れ。これも次のコンビネーションとか防御に行くために、姿勢を戻すため。姿勢なんだよね。だからフォームとか姿勢っていう。この体がぶれないように、ぶれないように、ぶれないようにっていうの、もう擦り込むの、体に。ほら。体重がよれたりしないように。要はそれが好きだから。簡単に言ったら、ずっとこうやって立ってて、こうやってやってたら負けないんだ。だから攻撃と攻めと防御の一体化させるっていうのかな。攻撃が終わったらもう元に戻ってるっていうのは。ありがとうございます。頑張ります。すぐ覚える。だから日高さん絶対ブレないでしょ。世界的日高さん絶対ブレない。どのパンチ打ってもブレない。かっこいいよ。グングン肘、はい、
あのね、これね、多分なんだけど、俺アメリカの動画見てるからわかるんだけど、アメリカ、日本人でシュッとか言うじゃん、シャッシャッとか言うじゃん。アメリカ人って必ずパンチの動画ってバンバンっていうの、ボン、右をバンバンっていうの。だからね、多分なんだけど、このボンボンはあの留学体験があるんだと思う。アメリカとかで西洋人必ずパンチ打つ時バンバンっていうの。お、これ勝手な俺の予想ね。アメリカ人の動画全部ボンボンなの、うん、そうボンボンっていうの。だアメリカとかのコーチに教わってたんじゃないの、多分。わかんないけど。距離感が違う。顔を見なくていい、顔を見なくていいんで、下見た状態で上にフック、顔に横にフックを、そう。この距離ね、引きで見てるとね、分かんないかもしれないけど、すごい近い距離だよ。おでこ当たるか当たんないかのこの距離だよ、この距離この距離だよ、みんなここに顔があるんだよ、ここにみんなインファイト見たいでしょ。ちょっとね、昨日ね教わったね、すごいなんか名言だなと思ったんだけど、あ、了解です、距離守ります。これね、ボクシングっていろんな表現されるじゃん、ボックスとか。日高さんの教え方がすごくて、和道さん、ボクシングって俺はこうだけど、こういう構えだけど、普通こうなのね。この四角い箱があるでしょって、こっから拳が出ないからボックスなん、ボクシングなんだって。だからこうやってこう振ってるってことは、こっからこの四角い箱から出てるでしょって、ここで打つんだって。この拳のこの中から出ないように全部のパンチだから、そう、肘は出ていい、ただ拳は出ない。だからもう最短距離なの、この四角い箱の中でしか日高さんパンチ出さないの。すごいでしょ。こうやって打っちゃうじゃん、違うの、こう肘入れて打ってくださいとか、こうとか、ロングだったらこうとか、ストレートは全部こことか。すごくない？うん、この構えた時の四角い箱の中から拳を出さないっていう、これがコウボーイで、これ名言だよね。手首、僕ガンガン痛くなってましたけど、日高さんに教わってから痛くなくなりましたね。昔はジム行ったらもう捻挫みたいになってましたね。今ならなくなりました。いや、半年前に出会ってたら無双できましたよね。俺はバンデージの中に実はリスト、あの、なんだっけ、
あの体鍛える時のリスト固定するやつをつけてますね。2つ二重に巻いてる。試合の時は負けないんだけど、練習中は2つ巻いてるね。だからハードパンチャーの人はすぐ拳壊すんだって。だからドレさんには拳壊さないようにっつって買ってもらって、リストバンド、ボディービルダー用の。拳も2回折れてるから、小指の骨折れてんだよね。みんなに言われてるカズさん休憩取らないのってあー手首折っちゃって、もうそれしょうがないかもしれないですね。このマスきつかったんだよな。4分間だったかな。あでも3分で慣れてくのいいかもしれないよね。2分だったら短いから、体感時間が来るからラッシュの時間だけ計算しないといけないけど。ありがとうございます。カズさんの教え方、俺本当にいろん今多分ね、もう何10人ぐらいは会ってるけど、トレーナーの方で抜群に、あの本当に教え方もう一番すげえと思ってる。いろんな人に会ってきたけど、ジム通っていろんなジムに、教え方のうまさで言ったらもうほんとぶっちぎり。すごいよ。ノレさんはコーチではないからね、プレイヤーだからね。ノレさんはほら選手じゃん、自分が。だから教えるっていうのも技術がいるのよ。腰に取ってください。ガンガン、腰で持っていきます。パンチは腰で持っていきます。だから姿勢がブレないでしょ。肘実績ぶっちぎりっていうかね、あのね、あのなんつうんだろう、教え方がうまかったら、あのね、教え方がうまいのと強さってあんまり比例しないの。だから本人が強いんだけど教えるの下手な人っていっぱいいるのよ。でもカズーンさんはその世界7位っていう実績持ってて、教えるのもすごい上手いから、なんつうんだろう、教えるっていうの専門技術なんだよ。すげえ。和道さん実はめちゃくちゃしんどいのよ、2人を持ってるの。ですよね、ですよね、ですよね。だから俺も光くんもなんで休憩取らないんだって思う。だからもう限られた時間でその一生懸命、本当にきついんだよミット持ってんのって。あ、コナンさんどうもどうも、お疲れ様です。指導者としてもそう、一流。そうだから、その教える、だから本当にね、だからその16歳の人を教えてプロにするって言ってるけど、多分ねすげえ活躍するんじゃねえのと思ってんだよね。だってカズンさんが16歳で才能を認めてるわ。だからとなんかその人どうなるんだろうって、その16歳の男の子、よっぽど才能あるんだろうね。だってね、こういうのをずっと教わってるわけだから。ヒカルくんが目で盗まれた。ヒカルくん頭振るの教わってないのに悔しかったんだよね。これ
要は俺の見取り稽古で盗んでたの見て。だから俺のスパーリング中もピーカブ使ってくんのよ。憎いよね。いや、やられたと思ったもん。ここが面白いの。いや、ヒカルくんのセンスで見て盗むの。うぜえとか思ったもん。スイカを丸ごと。まあ、いい意味でうざいで。やっぱセンスってすげえなと思って。ずっと俺頭振る練習してたのに、一瞬で見切られたからね。こうやってやんでしょ、和道さん。つって。ニヤニヤしながらこうやってピーカブーで入ってくるの。だからセンスがあるんでしょ、ヒカルくんは。顎が顎関節症で、昨日もヒカルくんの、右もらったから左フックが顎ずれて痛い。飯食うとガクガク言うの。ガクンガクンって顎がずれる。絶対に否定しない。すごい難しいよ。2時間練習してて一回も否定的な言葉が出てこない。でも、俺、昨日、実は、ヒカルくんの方の放送を見てたんだけど、俺とヒカルくんが席外してるときは、本番楽させるために徹底的に追い込むとか言ってるけど、本人には言わないでしょ。試合で楽させるために今日は追い込みますよ、とか言ってるけど、本人には絶対伝えない。だから持ってる。でも、普通のコーチとか、ダメだよ、やれよ、とか言うじゃん。なんでこうできないんだよ、って。一切言わない。だから見てる方向が選手と一緒。勝つための今日一歩前にできるための、今日も走りますよ。ヒカルくんと俺のスパでもこの4分間きつかったよ。禁煙しないのはポリシーなんで、何回言ってもやらないですよ、コナンさんと僕の人間関係が悪くなるだけです。さあ、ヒカルさんは遠くにするイメージ、相手をそう伸ばしとく、手を伸ばしとくまま、さあ、和藤さんはどういった相手を相手のところに発動に入っていくか、潰し方あれって言ったの。
もう前回からずっと言ってるもんね。タバコやめるぐらいだったら出ねえって。はい、力を抜いて、力を抜いてタイミングだけ、スピードのタイミング。ヒカルさんはスピードのタイミングで相手をちゃんと距離を取る。ジャブで遊んであげる。ヒカルさんはジャブで遊んであげる。ジャブの数が圧倒的に少ない。もっと、もっと、もっと。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。はい、ジャブ。ヒカルさんは距離を置く、距離を置く。ヒカルさんは詰める。仕事として詰めるの仕事。ステップインして、ステップインして。うわ、聞いたこれ。はい、続けましょう、続けましょう。ボディのガードもしっかりしないとな。なえるんだよ、これ。さあ、行きましょう。腰が下がるんだよね。完全に次から狙うもんね、ボディ、ボディ弱点だ。ほら、ボディ狙いに切り替えてくる。この辺から一気戻るのかな。相手見る、必ず相手見る、全然怖くて大丈夫よ。よく見るね。つけますよ、ファールカップつけますよ、もちろん。ボクシングはつけるのかな。頑張ります。あれ覇気だよ。マウスピース飛んだ。ああ、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。次のやつが見えてましたね。あの、マネージャーさんとやったやつ見えてましたね。この時にボディもらったら嫌だから、見ないとと思って。ちょっと下向いちゃうんですけど、次。普通はファールカップつけるんだ。シアンさんありがとう。マネージャーさんとか怖いよ。はじめまして。だってさ、みんなさ、今日お世話になります、はじめまして、じゃあぶん殴り合いましょうだよ。誰ってなるでしょ。まあ普通なんだろうけど、格闘家からすると、俺らからすると、はじめましての人とさ、相手がどんな動きかもわかんない絶対経験者、超怖えよ。どうも初めまして、じゃあぶん殴り合いましょうみたいな、うん、間合いも分かんないし、ほらファイティングスタイルも分かんないし、強打なのかね、テクニックカウンター系なのかの、何にも分かんないから怖いのよ。いや怖いよ。いやだって、初めましてぶん殴り合いましょうってやってみればいいじゃん、シアンさん。怖えよ。おー、日高さんが俺のグローブ持ってる。祖祖がくれたグローブ持ってるよ。すごくない？光栄だよね。チャンビン、やっぱ怖かったよ。まあチャンビンの場合データを見てたから、まあ、光くんとはもうやり慣れてるから、大体どんな感じで来るのか分かるけど。こうなってしまったら、こうなってしまったら上から、わーって、あ、上に進んで、
青山スピードと反射神経と距離が異常、すっごい遠くから打つわ。後で見せてあげる、シェアンさん。後でスパーや見せてあげるよ。あの光る、あ光るじゃなくてテルトの。びっくりするよ。ドレさんも光るくんも全員びっくりしたって言ってるから、多分ねクモンリオン面食らうと思う。あの要はね、俺らの距離ってこの辺でしょ。テルはねもっとこの辺からの距離から打ってくる。でこの辺から飛んでくるから、あの面食らうの。だから中に入れなかったの前回は。リーチが長いんじゃなくてステップインで、さらに手足が長くて速くて、まあ後で見ればわかるよ、距離感が全然違うの。この辺から打ってくる、この辺から、この辺が射程圏内のテルの。独特なんだよね。なんか運動神経だけに物言わせてパン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 打ってくるし、距離が遠い。おい、よいこさんいらっしゃい。ネガティブな発言をしないってすごいよな。かっこいいよね。ちょっと引くだけ、はい、だ心も鍛えてる。ねえ、こんかっこいいよね。こうならないとね、俺も39になった時には。やっと公開練習が始まって、やっと1本動画が出てきたぐらいかな、ツイキャスに。まあ練習はしてると思うよ。多分契約が決まったから練習したんだと思う、見た感じだと。ただパンチは多分すげえ重たいね。絶対もらったらダメだね。まあでもあんまりなんかナーバスにならないようにっていうか、あんま見ないようにしてるかな。1回2回見たけど、あの強くなるしかないから、なんか自分の想像で勝手に強くしたくないの、相手を。そうじゃなくて今自分が強くなることだけ考えようと思って、相手の部位あんま見ないようにしてる。まあ本当のこと言うと2回って言ったけど、もう10回以上見てるけど暇な時、電車移動の時やっぱ見ちゃうけど、でもなるべく見ないようにっていうか、相手を仮想敵を強くしないようにっていう。休憩かな、一旦スパーまで飛ばそうか。じゃあ飛ばします。怖っ。じゃあ楽しんでってください。レディーゴー。行きます。実況実況、はい、後藤さん相手のジャブを崩す、相手のジャブを崩す。あ、そうそう、ナイス、素晴らしい素晴らしい、体を振るのを忘れずに。オッケーオッケー。そう、そうジャブをどんどん出してくるからね、相手をクールクール、相手のジャブを止める。
ナイスワンツーからのもうすぐガード上に行こうか。オッケーナイス。まあそれだけ痛くも入るくらい。はい、三狭く三狭くからの打ち込み。ゴー。下下上。はい、しっかり見てない証拠、見てない証拠。しっかり見る。はい、しっかり相手見て。オーケー、ナイス。そういうこと。今の右は入った。ナイス、ナイスオツ。わ、近づいたらいいっすよ。今日どうした、ワトさんどうした。今日ワトさんどうした。はい、ガードのクイーン。そう、ナイスガード。前の癖が出た。カウンターパンチャーだね。うまいね。2の打ち終わりを、はい、2のタイミングで打ってくるね。さっきもそれもらったんだけど。いい、ナイス。しっかり見てる、ワト君さすが。しっかり見てる、素晴らしい。はい、オッケー、ナイスワンツー。ワンツーの2のタイミングで。ちょっと力強い、自分で強い、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 強い。ここでガードを冷静に見てるんだけど、これ食らってないんだよね。ほら、ナイスガード、ナイスガード。和田さん見てれば一切怖くない。めちゃくちゃ見えてる、和田さん。すげえ。これは意見整えようと思って、はい、じゃあ通電行って、通電行って、和田さん残り30、残り30で仕掛けようと思って。これはだからね、冷静、ここの時は呼吸整えてる感じだ。で、こっから行くんだよ、多分。オッケー、ナイス、ナイスパンチ、ナイスパンチ。はい、下。はい、残り8秒。前回より冷静だったかもね。オッケー、疲れました。最後に1本欲しかったな。さあ、ワードさん行きましょう、出ましょうか。3分長えな。ワードさん、マジで。いや、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。ありがとうございます。冷静にしっかりガードしてたら食らわないから、打たれた時ほど冷静になる。むやみにぶん回さないで。素晴らしい。はい、むげちゃんいらっしゃい。今まで一番素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。ありがとうございます、ひかるさま。ひかるさま、ひかるさま、遠い距離で。はい。アウトボックス、アップボックス、スタジオになるんですけど、当て合いで。ラグの差し合いね。お願いします。そうですね、効かないですね、ガードがあれば。だから冷静さ、冷静さとその根性っていうか、その仕掛ける時の根性と冷静さの相反するものを転換させないといけなくて、精神統一しないと。攻める時攻める、守る時守る。エヴァ左フック、要は右の右っすね、右の右にあります。アホみたいに出しましょう。ザワチンさんいらっしゃい。今日今後させる。ドレさん曰くね、なんでね、避けるのとガードがうまいかっていうと、いじめられっ子だからって言ってました。殴られ慣れてるって言われて。自分を守りたい能力が高い。左で打つパンチがリバーブロース。ひぎわに、はい、ジャブ、オッケー、惜しい、惜しいな、ひぎわジャブ。はい、アホみたいにジャブ、アホみたいにジャブを出して。なんかヒカル君と同じタイプなんだよね。だからか、あの、やりづらいと思う。ヒカル君が同じタイプなんだよ、マネージャーさん。距離が一緒なんだ。ナイス。だからね、これすごい面白かったよ。ヒカル君やりづらかったと思う。同じタイプだから、タイプ的に。じゃあ、付き合い、付き合いまで。はい、これ。
うん、ふんまで。来週も持ってやる。来週も何もこの後やるじゃないですか。はい、はい、次。あの、僕の感覚で一番面白いと思ってるのは、パンチを打つことが醍醐味だと思ってたのが、避けることとか、あのガードすること、防御の方が僕は面白いですね。好きっすね。なんかそう、幅が広いっていうか。ヒカル君ちょっとやりづらそうだよね。多分同じタイプなんだよ。同じタイプで上手いから、あれやりづらいんだと思う。要はパンチの幅と避ける幅が多いから、同じタイプなのに。だからもらっちゃう。俺思ったもん、ヒカル君似てるって。この人距離の幅とスタイルが似てるの。ちょっと厳密に同じではないんだけど、タイプ的に属すると一緒だね。要は反射で、そのだから多分左を多く出せっていう、その要はヒカル君のいいところを伸ばすための多分左を手数を増やすって作戦。あれは今ね、多分ね、ヒカル君の潜在で勝てるって、俺の予想だよ。カズンさんの育て方で、多分左の多さを出せっていうのは、良さを生かすためだと思うの。要は、攻撃力とか、その、いいところを伸ばすとかじゃないんだよ。いいところを生かすための、布石の技を教えてるんだなと思った。要は、引っかき回されないっていうか、ペースを作るため。ペース掴んだら勝てるって分かってるんだよ。僕も空いてるから。ああ、俺今逃がんだから。ドルさんスピード上がってるよ。親父いつまでもリングに立たせんだよ。ドルさん去年よりハンドスピード上がってる、上がってる。まだ手数少ないですよ。まだ少ないですね。もっとステップアッチをもっと出しちゃっていいっすよ。でもこれがきつかった。これがこれはちょっと恥ずかしいっていうか、あんま見たくないけど見ましょう。開けようとしないでどんどん出して誘っちゃって、次の次ぐらいまで必ず出せば。なんだよてめえよ。じゃあ喋んなっつうのか、てめえこの野郎。怖いよ。人が一生懸命仕事やってんのに邪魔すんのか、てめえ。なあ。おい、怖いよ。気に入らねえんだったら見るなよ。俺は今仕事で喋ってんだよ。何が評論家だよ。気に入らねえんなら見るなよ。クソが。まあ大体あるんだ。今仕事してんだよ俺はよ。ゴミが。右だけしか出しません。左は出しません。右だけで。それを持った上でやって。僕ストレートってことか。僕サーブに変えて右だけで。サーブだけだって。みすけこんばんは。見てください。ナイス。人の生き方に口出すんだったら、てめえの生き方考えろ。そんなにタバコやめたくて、てめえでやめろ。バカが。てめえの生き方見直せ。もっと近く、もっと近づく。応援する気がねえやつは去れ。もっと近づく。ここまで近づく。そっからどうする。下向かない。腰が折れちゃうんだよね。これ見てください。下向かない。絶対向かない。はい、久しぶりです。69号さんいらっしゃい。怖くなくなります。風邪のパンチしてると。あいつ打つ。あ、全然いいよ、全然いいよ。知っとけば、こいつよりは大丈夫。好きなアカウントで好きにコメントして。はい、いいね。4メートル。見やすいようにこっち。はい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 。
シアノーゼって言うんだけど、酸素がもうないから貧血状態みたいになってるからフラフラなの。いい戦いやっぱ素晴らしい。こんなん日高さんがボディボーンって一発入れたらもう死ぬの分かってる。ナイスアッパー、ナイスアッパー、いい感じだったな。だから痛いとかじゃないの、もう呼吸ができなくて苦しいから貧血状態。マラソンとかでも経験あるでしょ、一発のボディでそうなるの。今のラッシュっていうのはもう死ぬ気で打ってんの、もうこれでやらないともう倒されるの分かってんの本人。もう一発打たれた、ここで打たれたらやばいの分かってるから、そういう精神状態の中でやってんの。ネックレスつけてますよ。もうここでもう用意どんでかけたの、残りの体力全部使ってんの。だから余計こうなるっていう。行きましょう、右だけですよ、右だけ。もうこんなんだ、ちょっと情けない。見せたくない、俺も自分でこういうイメージつけたくないから。頭の中ではちゃんとやってんだよ。力入っちゃいましたね。すいません。お疲れ様です。お父さん、左の里やっぱ、右の里やっぱ素晴らしい。パタパタ、そこのやつはノンモーション的に、ね、これも少なかった。さあ、僕、右だけ使います。もし何かが蹴りも大丈夫です。腹が変わってたら蹴りも大丈夫ですか。蹴りも大丈夫です。前輪で、前輪で蹴りも大丈夫です。中古以外だとどうでも蹴ってください。はい、解放、お疲れ。すげえ綺麗なジャブだよな。あんな打てたら気持ちいいんだろうね。お願いします。すげえ早い。はい、でも体を崩す。今回出ますよ。はい、こんばんは。乗ってきた、ヒカルくんが。ヒカルくんのピッチが上がった。わあ、すげえ避けた。すげえ、あのジャブ避けた。おお、避けた避けた。すげえすげえすげえ。ヒカルくんが乗ってきたね。この時のヒカル、わかるの、リズムでわかんの、乗ってるか乗ってないか。いや、左が今回テーマなんで、ヒカルくん乗ってきたね。ちなみにあれだよ、日高さん、あのジャブしか出してないよ。ちなみに日高さんジャブしか出してないかんね。でもヒカルくんテンポアップしたね。右出し。そう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 。でもヒカルくん乗ってるね。すぐわかる。反射神経が急に上がったもん。いやだって世界7位だもん。プロよ。影に潜んで応援するのは応援じゃないっすよ。69号さん
あの、よく言われんの、陰ながら応援しますって。うん、そんなのいらないっす。陰で応援するんならいらないっす。陰で応援するのは応援じゃないんで。で、黙って見てるだけなんで。あ、アイテム？アイテム気持ちでいいよ。うん。あの、余裕のある人が投げてくれるから。なんか、お金入ったら投げてよ。うん。怖いよ。はいはい。この状態で勝負、膝を高くして、はい、この状態で進む、はい、気楽に行こう。よくガードしないと、はい、もう耐えるんだ、ガードしながら、はい、そう、そう、膝が反応してしまったら、はい、相手にもスペースを与えてしまう、はい、それは危険なので、はい、はい、お疲れ様です。息上がんねえよな、光くん。武井さん、マジで来た。お前ってあんのかよ、思い出作りだよ。思い出作り来た。失敗したよ、お前とは。だこれ。失敗したよ。ほんと。レベル高いのが見れるよ、みんな。いや、指導すごいっすよね、しんさんね。応援ありがとう。これやばいやつよ。力を抜いても、体力があるから全然カバーできるんですよ。素晴らしいです。これがタダで見れるんだから豪華だよな。ありがとう、花火ありがとう、ありがとうございます。早っ、いや、回り方がえぐいよね。うわ、早い、ジャブうまいよね、マネージャーさん。いや、忘れるよね、コメントすんのね。凝視だよね。早いよ。もともと日高さんが現役の時マネージャーやってた人。あ、パートナーね。もう9年の付き合いって言ってた。ガードしてれば怖くないでしょ。そう、俺に教えてくれてんの、ガードの大事さ。星さんとね、打ち終わり狙いなーって、こうやってガードはすんだよって、こうやって息整えるんだよって。ガチャガチャ行き過ぎなんだよ俺は。こうやって冷静に見てたら相手も疲れるわけじゃん。疲れてきたわけよ、そしたら狙うから。ほら狙ってくるよ、多分この辺から。ほら、いや、ずっと教えてくれてるよ。ドレさんの時も俺にガードの高さとか全部俺用に教える。要はヒカルくんはの方が上手いから俺用に全部教えてくれてる。おサプリお疲れ、おめでとう。ワードツ取ったね、さすがだよ。かわいい、かっこいいよな。勉強や、こういう風にやりたいよね。泥臭すぎるよな、ほんと。はあ、はあははあ、かっけ、あのボディエグいんだ。来た来た。そう、インに入ったらこうやって4発コンパクトに打って離れて。おお、今の危なかった。カウンター狙ってた。ナジーム・ハメド、すげえよな。いや、また来週楽しみだな。あ、今週もあんのか、日曜日もあんのか。うわ、今のこうやって避けんのね、フックをね。ナジーム・ハメド遊んでる。ナジーム・ハメドスタイル。うん、パンチはね、重さよりもスピードの方をが見た方がいいかもしれない。すごい勉強になる。はい、ということで、あの、日高和彦さんに教わりました。カズーンさんです、コメントを打ってくれた。またね、あの、火曜日にあの教わるんで、ぜひ楽しみにしててください。こんな感じでしたね、ありがとう、見てくれて。
いや面白い、貴重な経験だよね。なんかさ、俺さ、とやかく言うやつ嫌いなんだよ、人の生き方によ、ぐち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 よ。そういうダメな人間に限ってよ、自分の生き方をおろそかにしてんだろ。うるせえよ、走れだのよ、タバコ吸うなだのよ、スタミナがねえだの評論家だろうがよ。現役のプロじゃなくてね、引退は4年前になさったんですけど、世界7位、東洋太平洋2冠です。スーパーウェルターとウェルター取ってます。OPBF の本物ですよ、シェアンさん。あよ、人の生き方にごちゃごちゃ言うやつよ、いらねえからよ。本当によ。去れよ、マジで。敵応援しろよ、敵。うん、すごかったね、天下ね。ありがとう、バカありがとう。そんなの応援でも何でもねえからな。人の生き方にケチつけんじゃねえよ。俺は俺で必死にやってんだよ。やることやれよ。くだらねえ。人が一生懸命やってイラ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 してんだよ、こっちは。なあ。かっこいいやつの言うことは勝手に聞くから、こっちが。俺が教えてくださいって言ったか？タバコをやめたいんだけどどうしたいって俺が相談したかよ。なあ。人の生き方にケチつけてんじゃねえよ。なあ。かっこ悪い人間の言うことなんか聞かねえよ。俺かっこいいやつの言うことしか聞かねえから。俺が頭下げてる以外のやつは俺に指図すんじゃねえよ。ゴミが。かっこ悪い人間になりたくねえんだよ。すごいよ、東洋太平洋チャンプ。どんな人間でも俺が学びたいって言う限り俺の生き方に指図すんな。関係ねえんだから。悔しかったら俺にかっこいいって、あなたみたいに生きたいって言わせろ。外野にとやかく言われたくねえわ。こっちは全部さらけ出してやってんだから。配信者なめんなよ。こんなこと言いたくもねえんだよ。ぐち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 はしつけえな、女みてえによ。いや、わかるっつうかさ、人の生き方に傷つけるやつどう思う？何の関係があるんだよっていう。言うなっつってんのに、何回言ってもわかんねえんだよ。しつこいやつ嫌いなんだよ。5回も10回も言わせやがってよ。何の関係があるんだよ。人が嫌だっつってることをするなよ。人が嫌だっていうことを。分かってるよ。うちのリスナーさんに言ってるわけじゃないよ。しつけえやつに言ってんだよ。しつこいんだったらこっちもしつこく言ってやるよ。コメントだったら何言ってもいいんだろ？なあ。こっちは嫌だよって丁寧に説明してんだから。大人の対応で。だろ？何回言ってんだよ。何回も何回もよ。ここは俺の場なんだよ！ここは俺が金払ってやってんだよ！なあ！ただみの分際って何なんだよ、この野郎！俺が金払ってタバコ吸ってんだよ、こっちは！ただみでもケチつけるってどういうことだよ！応援だ？笑わせんじゃねえよ、バカ野郎！どこが応援なんだよ！ケチつけれるようにしか見えねえだろうがよ！ふざけやがってよ、マジでよ！され、そういう人間は！うるせえ、お前も消えろ。何一つ間違ったこと言ってねえよ、こっちはよ。なあ、無礼なやつには無礼で返すよ。マナー守らねえやつにはマナー守らねえで返すよ、こっちは。散々大人な対応してんだからよ。ふざけんじゃねえよ、マジで。
いや正論だろどう考えたってよ。正論だよ。なんだてめえ、人の部屋に上がり込んでよ。なあ、人の部屋に上がり込んでよ。タバコ吸うな。どんだけずうずうしい人間なんだよ。ここは誰の家だよ。誰の放送だよ。なあ、なんで俺がてめえの部屋でタバコ吸って誰かの迷惑かけてなくてよ。誰かになんか言われねえといけねえんだよ。喫煙所とかよ、マナー守ってタバコ吸ってるところによ、タバコがどうのこうの言ってるようなもんじゃねえかよ。ちげえか、俺が言ってんのよ。俺がてめえの部屋でタバコ吸って、なんで文句言われねえといけねえんだよ。気分悪いよ、こっちはよ。マナーぐらい守れよ。タバコ吸ってる奴よりよっぽどマナー悪いだろ。誰だか知らねえけどよ。偉そうに。どこの誰だよ。花火ありがとう。言ってること間違ってっか？マナー守ってねえのはどっちだ？人間として間違ってんのどっちだ？どっちがマナー守ってねえよ。てめえの部屋でてめえでタバコ吸って金払って盗んだか？タバコ。周りに迷惑かけたか？汚したか？なんで知りもしねえ奴に俺がタバコ吸うなとか言われねえといけねえんだよ。他人に指図されて行きたくねえからこういう生き方選んねえんだよ、こっちは。勘違いすんなよ。そんなの応援でも何でもねえからよ。文句があるなら凸かけてこい。ゴミが。ほんと気分悪いわ。気分よくやってんのによ。100人相手にやってんだよ。と数人のよ、ゴミみたいなコメントで汚すなよ。言いたいことがあるんだ。ツイッターで書け、ブログで書け、YouTube やれ、配信やれ。マナーは守れ。以上だ。気に入らねえんならてめえの場を作るんだよ、てめえの場を。年齢が上とか収入が上とか関係ねえわ、ここでは。
俺は付き合いたいやつとしか付き合わねえから、そういう性格だから。はい、こんばんは。渡辺さんいらっしゃい。今日何時頃走りに行こう。充電しとくね、携帯電話。また夜走るから。アイス、アマモちゃんハートありがとう。アイテムありがとう。寝る前に走ると副交感神経が優位になって、あーだから寝れないのかな。寝る前に走ってました僕。だから寝れない寝れないって言ってたかもしれないですね。あのんちゃんメガネ取ってもらっていい？どっかにかかってない？そっちが早めに。あ、でも僕寝起きだ今。あ、ありがとうございます。メガネない？あ、こっちにあったわ。ごめん。だからあれだよな、こういうスポーツやってるとさ、運動神経いい人とかいいよな、スタミナあったりな。今までこう不摂生な生活してきたからさ、まあまあまあスポーツマンじゃなきゃいいでしょ。いや昨日ね、ヒカルくんに誘われたの、キャスバー行こうよって。断った。昨日はもうヘトヘトだったから、編集作業とかもろもろの事務的な作業やって、あとはあの物販のよい子さんと打ち合わせして、物販ので、まあまあまあそういうもろもろの事務作業やって、あのコミュニケーション取らないといけない人とコミュニケーション取って、もうきついよ本当に。あの配信で全部垂れ流せればいいんだけど、裏で動かないといけない部分が多すぎてさ。あ、見に行ったって。キャスバー見に行ったの？うん。今日は起きれてる。あ、いいよいいよ全然。うん、見たい時に見るのが配信だから大丈夫だよ。
あ、起きて見てくれんの。いつ走るか分かんないからいいよ。俺に合わせなくていいんだよ。俺が好き勝手やってるだけなんだから。みんなが見たい時に見るのが配信だよ、うん、そんななんか嫌じゃん。宗教っぽくて嫌だよそんな、うん、嫌いなんだよその信じていきますとかついていきますっていう言葉とか。友達だよね俺らとか大っ嫌いの。そう宗教くせえ、うん、ありがとう。わためる頑張るよ。セイコロコ頑張ってるよ。ハナミありがとう。はいよ、ありがとうね。もうプレッシャーが半端じゃないよね、うん、プレッシャーと将来の不安といつ解放されるんだろうなこの不安の中から。いや進行はやだね。なんつうかね、嫌いなんだよ言葉で。友達だなんだかんだとか信じてるとかそういうやつに限っても裏切ってきてるから。だったら黙ってついてきて一生そばにいてくれる人の方が俺は信頼できるので、言葉じゃなくて気持ちだと思ってるから。で言葉でそれを言うやつって俺は逆に疑うね。和道のこと信じてる、和道のこと一生応援する、俺は和道を裏切らない。全員ことごとく嘘をついてきたから俺は言葉を信用してない。もう結果だけ、ただ淡々とそばにいてくれる人だけをもうただ大事にしていくだけってもう決めたのね。もう5年間もやってると人間の心理ってわかるんだよ。人間っていうそのもの、うん、自分の都合で生きてるからみんなそれでいいんだよ。言わなくていい。そういうこと信じてるとか応援してるとかファンだとか宗教じゃねえんだから。人間なんだからいいところも悪いところもあってさ、かっこいいとこかっこ悪いところあって、どこが好きでどこが嫌いがあって当たり前なんだから。俺はだから基本的には、あ、やべえ穴開いちゃったよ、あー机壊れちゃった、あーまあいっか。捨て頃終わったら一個プレッシャーからは解放されるんじゃないかな。うん、いや10日前だからね戦う。ピリ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 してるよ。本当に温泉行きたい、休みたいね。つらい。あ、そうそう、あれだよ、さっきの話なんだけど、モグゴリどうする。モグゴリ村野さん直々に誘われたんだけど、今ちょっと考えさせてくださいって言って詳細は送ってきてもらったんだけど、どうしようかな。一応なんか配信はできるようにはしますっていうふうには言っていただいたのと、あとお酒飲めなくてもスタッフ、周りのスタッフが飲むのでって、あのフォローするんで大丈夫ですよとは言ってもらったんだけど、俺は言ったのよ、集客力ないし閲覧もないから僕が言ってもご迷惑かけるだけですよって。どう思う？なんか言って迷惑かかるぐらいだったら他の人にやってもらった方がいいんじゃないかなと思ってんだけど、どうなんだろう。うん、俺はいや、やりたいのっつうか、なんかあ、モグゴリなくなるんだもうすぐ。いや、お客さん来なくねえか。いや、単純にそこよ。お客さん来なかったらさ、別にやる意味ないじゃん。だし、放送のコンテンツとして、俺はだから、いつも言ってるけど、この放送自体が面白くなれば、何でもトライしたいっていう感じだから、うん、見てる方が、俺がモグゴリ立ってんの、見たいのかなっていう、ニーズあんのか、これ、みたいな。それだけ、うん、いやだから俺がやりたいことはここはみんなと一緒にやってきたの。いやピピは関係ねえから知らないかもしれないけどね、
部外者だから知らないかもしんないけど、俺はリスナーさんと一緒に作ってやってきたと思ってるから、お前には関係ないかもしんないけど、うん、だからリスナーさんが楽しそうじゃねえ、やってみようよって言うんだったら何でもやりたいし、相手はキャス？いや、呪縛開いていいって言ってたよ。別に。あ、岡山のバー楽しかったよね。池袋にいるリスナーさんとか聞いたことねえもんな。なんだっけ、契約書見てみようか。いや、何回か誘われてんだけど、立ち上げの時期に誘われてたね。あのオープニングの最初の1ヶ月のスタートで出てほしいって言われて、最初 OK したんだけど、もうだから1年ぐらい経つのかな。勤務内容、カウンターに立っていただき、接客、ドリンクの提供、フードの提供、配信希望の場合やっていただくと。うん、どうなんだろうね。まあね、来てくれるんだったら全然オフ会代わりにやってもいいかなとは思ってるけど、リスナーさんとリアルにコミュニケーション取る場っていうのを全然作ってなかったから最近。でもまあそこで、いや会ってみたいっていう人がね、新規の人でいればいいけど、別にって感じじゃないの。何時から何時って言ったの、結構長いんだよね。俺は酒飲まないよ、うん、俺はもう決めてるから、飲みたい人としか飲まないって決めてるから、まあカウンターにだからいい人がいたら酒飲むかもしんないけど、あの誰と飲むかっていうのしか考えてなくて、俺が酒飲む人はよっぽど気に入った人とだけだね。気に入らない人と酒飲むっていうのをやめたの。酒自体は飲めるよ、ザラだよ、ザルだよ。ただあの気に入らない人間と酒飲むっていうのがかっこ悪いっていうことに気づいたから、俺と酒飲んだことある人はまあよっぽど俺が気に入った人だよ。俺本当に酒あの断ってるから、酒飲むこと自体に抵抗は別にないっていうか、まあ若干あるぐらいで、本当に好きな人と祝いの酒しか飲まないって決めたの。酒飲むときは祝いのときっていうか、な誰とでも飲まないね。もうひたすらなんかジュース飲んでる。心許せる人としか絶対飲まないから。だからまあレアじゃん。俺酒飲んだことある人なんかほとんどいないと思うよ。会いに行って飲まれなかったら、だからそういう人じゃないっていうことよ。まあでも酒飲まなくていいって言ってるから、嫌なんだよ、その日本人的な、なんかこう、なんか嫌なの、とにかく、とにかく嫌なの。
あ、よくあるじゃん、なんか飲みたくないのに飲ませて酔わせて、事件とかさ、トラブルとか、もうアホの極みだと思ってるから、アホの極み。めっちゃわかるでしょ、謝罪会見のネタ振りか。おはよう、ヒトラー、お疲れ。まあまあ、じゃあアンケで決めようか。アンケで決めるわ、今の。じゃあ賛成反対で、賛成が多かったらじゃあやるわ。で、反対が多かったらやめるわ。決めよう。もぐごりの、もぐごりの。ただ俺、酒、なんとかシステムってあるんだけど、俺多分酒捨てるよ。蛇口に流すよ。気に入らねえやつの酒は。お客さんからいただきましたって店員誰に言われても俺酒流すよ。飲みたくなかったら。オッケー。それ前提条件で。おごりシステムっていうのがあって、リスナーさんが配信見ながらこう振り込んで俺に酒を出すっていうシステムがあるんだって。いや、俺のことベロンベロンに弱そうみたいな。配信は受枠やるよ。はい、出題します。なんかこうネット見ながら、要は俺におごることができるっていう。配信サイトは別に、まあ、向こうの枠はいくらつけてもいいけど。いや、だから捨てるよ、俺は。酒は。蛇口にバーって流して終わり。飲みたくねえもん、酒なんて。特許料って何？何の特許料？はい、お疲れ。ピーナッツさん、お疲れ様です。どうも。まあ、ニーズがあるややるし、ニーズがやけやんねえな。別に、もう飲み屋やりたいと思ってねえしな、今のところ。はい、ワドツー。シーナさんいらっしゃい。お疲れっす。オファーくれたのはね、前回は TJ さん、1年前は。で、今回は村野さんだった。社長でしょ、村野さん。じきじきにね、いただけたわけだからね。村野光って書いてある。村野さんだと思う。俺、まだお会いはしたことあんのかな、村野さんと。あ、2回ぐらいあるか、村野さん。お酒嫌いだね。いや、酒自体は別になんか、なんだろう、まあ好きじゃないって感じで、嫌いってわけじゃないけど、まずくて、まずくて頭痛くなる高いドリンクって感じ。7店舗やってたね、俺は。7店舗やってたね。だから飲み屋自体は長いよ。ホストもやってたし、雇われでやってたのもあるし、だから別に接客できないわけじゃないけど、
まあオレンジジュースとかだったらいいけどね、別に。いや、まあまあジュースなら接客とかしないよ俺、もう普通にこういう感じ、うん、あのなんとかですかとか絶対やらない、うん、絶対やらない。ああ、ラノコママ久しぶりじゃん、お疲れ、元気？めちゃめちゃ久しぶりだね、お疲れ。だから接客とかもしないよ別に、丁寧語とか敬語とかも使わないし、普通に話したい人と話すだけで。そういうの堅苦しいことやりたくねえから配信者やってるからさ、めんどくさいもん。投げ銭もおごりシステムに似てる。いや、なんでさ酒飲まないでいけないの俺が。いや投げ銭はさ、いやワード好きに使えよっていうチップじゃん、俺がね、何しようか勝手じゃん、俺の金なんだから。でも投げ銭じゃなくておごりシステムって酒飲めよっていう強制力発生するでしょ、だるくない？だったら別に花火もらえばいいじゃん。なんかなんで俺の酒飲まないのとか言われても、いや飲みたくねえしって、え、なんつうの、ないじゃん。だって投げ銭ってそもそもさ放送に対する対価だから、もう先にサービス出してるわけよ、うん。でもさ飲み屋のルールってさ、あのおごったら断れないじゃん、飲んでなんぼみたいな。で悪いやつとかさ変なやつとかだったらさ飲んで潰そうとかあるでしょ、俺が酔っ払って酔っ払わせようとか。なあ、そういうやつと飲みたくねえじゃん。うん。っていうか、あの、基本的に、あの、人生の、あの、なんつうの、自分で決めたいの。どんな些細なことでも、息吸うことですら、俺はかっこ悪い人間と付き合いたくないの。うん。まあ、別に断るか断らないか、アンケートで決めるよ。うん。別に酒もらっても飲みませんよって書くし。そうそう、ラジコンが大嫌いなの。もう何をするのにでも俺は自分で決定して生きてきたから。うん。おい、玄ちゃんいらっしゃい。一切もう息吸う。あ、何をする全部自分で決めたいの。
だから自分で決めないと嫌なのね。他人のせいにするから。うん。自分の人生は自分でシナリオ書くって決めたからさ。だから別にやってもいいけど、僕は酒おごりシステム、俺に来ても蛇口に酒捨てますよっていう。そうそう、やってるのかやらされてるのか。やらされたら嫌なの。うん、そうそう、アンケートで決める。で別にアンケートでみんなが微妙って言ったらいいし、別にやるっつっても別に酒飲まないから俺。まあなんかいい人来たら飲むけど、アンケート100でいいか。あと21人で。LINE いいよ、全然。LINE は放送中だったら大丈夫だよ。雑談やってて、空いてる時だったら。いや、別にやめてもいいし。俺から別にやりたいって言ってるわけじゃないから。あ、どうもです。お疲れっす。よろしくお願いします。お疲れっす。いや、俺すごい同感なんですよね。例えば誰々が言ってたからとかね、なんかそんなことでなんか言ってこられてもねって。あんたそれ責任取んないんだから、なんかね、結局なんか自分の成長ないでしょとかと思っちゃう。うん。なんかよく、あと道端で酔っ払いが絡んできた時に、周りの人間がすいません酔っ払ってるんでごめんなさいみたいな、酔っ払ってたら、酔っ払ったのはお前の責任じゃねえかって話なんだよ。お前が酒飲んで、そう、じゃあ酔っ払ったら人に迷惑かけていいのかよって言ったら絶対間違ってると思うんで、そういうことになるんですよね。だからそれが正解でね、そこら辺がやっぱ和道さんの魅力だろうなと。自分の言ったことは自分の責任だよとして生きるのがね、やっぱいいところはすごい思うんで。そうそうそう。うん、だから嫌、そうなんですよね。うん、だからまあ、それが、うん、通用するっていうか、それを含めたオファーなのかどうなのかっていうのが分かんないから、まあ、リスナーさんに相談しようかなと思って。まあまあ、全然会うだけでも会ってみたいから、会う口実で、もぐごりやってほしいっていう人もいれば、まあ、やってもいいし、と思っていて。うん、なるほどなるほど。最近だからね、うん、会いたい人と会うのが普通ですよね。で、まあまあそうですよね。そうですよね。普通です。ただね、会いたいのに会いたいって言われて会わなくちゃみたいな感じでね、俺は会いたくないという言葉が言えない人が多すぎる。ああ、そうですね。うん、多すぎる、多すぎる。そうですね。だからそこら辺すごい思ったんで、LINE で、コラボ、LINE でかけさせていただいたみたいな感じ。そうそうそう。はっきりね、言えばいい。いや、うん、私は嫌だ、嫌ですっていうこと言わないですよね、日本人って。そう、自分の時間が大切だってことはあんまり思ってないんですかね。どうなんですかね。なんか気分よく最高にね、うん、楽しい時間をずっと過ごしたいから、そういう時間使いたいですよね。そうなんですよ、うん、だからこそね、まあまあある人はもしかしたら成長段階でね、将来的にはその人と飲みたくなる可能性ありますよ、うん、でも今の段階ではあなたと飲みたくないよっていうのがありますよ、それは、うん、ありますよね、うん、でこの人とは今飲みたいなっていうね、うん、そういうのありますよ、うん、そうそう、誰と飲むかだと思うんで、うん、うん、というか、オフ会されたりするんですか？僕、頻繁にやってたんですよ、3ヶ月。あと、店もやってたんで、毎日オフ会状態だったんですよ。ほう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 、はい、そうなんですね。ほうなるほど。だけど、もうなんか嫌になっちゃって、うん、もう2年ぐらいやってなくて、うん、リスナーさんに、やってよ、やってよって言われてたんで、まあ、タイミングかなとか思って。うん、なるほどね、はい、まあどんな方がいるのかっていうことについては実際ね、どんな雰囲気なのかっていうのはちょっと興味あったりはしますよね。うん、オフ会的なね、その中でも、はい、すげえ嫌なやつ来ちゃったらなんかの、うん、まあ困っちゃうなっていうところもありながらのね、いろんなところかもしれないですね、うん、まあ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 、気に入らない人間がいたら帰ってくれていやいいだけなんで。まあまあまあ、そこら辺でも強いですね。お強いです、ね、いや
僕思うんですけど、なんかお客様は神様ですっていう考え方も大嫌いなんですよ。だって、うんうんうん、仕事をして料理人が料理を出して、うん、その料理に対してお金払って初めてフェアなんだから、うんうん、そこでお互いありがとうだと思ってるんですよ。お金を出して、でお客なんかフランチャイズとか過剰サービスして、うん、あの安くしてさらにサービスも良くしちゃってるから当たり前になってるじゃないですか。僕だから気に入らねえやつは帰れとかお前店来んなって言って普通だと思ってるんですね。うん、それはあのお互いに需要と供給が噛み合ったっていうことなんだよね。そうそうっす。それはお互いに良かったって話になって、でもね、失礼すぎる客がちょっと増え始めてますよね。そう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 、ね、そう、うん、ね、だから嫌だったら食わなくちゃいい、食わなきゃいいじゃねえかって、ね、そうですよね。そういうことになるそうそう、まあ、いやそういうことを思って、うん、うん、そう、そんな感じですね僕は。うん、うん、そうですね。よろしくお願いします。玄ちゃんと申します。よろしくお願いします。うん。まあ、そんなことを思いながら来てみました。あと、まあ、近況報告としては、うん、なんていうの、イタリア料理屋さんとスペイン料理屋さんで自分演奏してるって言って、この間言ったかもしれないんですけど、それがね、同じ日にもう行ったり来たりするような感じになりそうです。結構忙しく少しずつなってきてるところで。うん、それまあまあ毎日のようにそこで動いてる。もう、じゃあずっとピアノ弾いてるんですか？毎日、ピアノ弾いたり歌ったりで、結構ね、ピアノで泣いてもらったことはないんですけど、歌ではね、結構、まあ、スペイン料理屋さんの方で、いや、泣いちゃったよ、とかって言っていただいたり、いいっすね。ありますね。いや、幸せですよ。なんか自分がやったことがね、喜んでいただいて、たらそれは幸せですよ。ですよね。いや貧乏だけれども貧乏だけれどもなかなか幸せだと思う。うん、まあね、まあそういったとこですね。もしよかったら、うん、落ちネタとしてなんか今ね、ピアノローランドのピアノを取り戻したんで、うん、あ、買ったんすか？取り戻したっていう、買ったっていう前リスナーさんにいただいたやつの、もう片方の方を家に置いといて、はいはい、もう片方を仕事場に持ってってっていう感じにはした、ね、はい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 、うん、なるほど。2台ローランドいただいたんですよね。ローランドいいっすよね、キーボード。そう、ああ、さすがさすが。ローランド俺一番いいって思ってるんですよ。ローランドいいっすね。うん。キーボードは。30秒だけちょっと待ってもらっていいですか？もちろん、もちろん。全然いいっすよ。ほのかさん、ハートありがとう。アイテムありがとうね。楽しんでってね。うん。ゲンちゃんいい声だよ、めちゃめちゃ。ゲンちゃんめちゃめちゃいい声。めんどくさい男って言うけど、それが俺は普通だと思ってるからな。なんかありがたくないのにありがとうっていうやつは愚かなやつだと思ってるから、俺はありがたい時にしかありがとうって言わないから、なんか嫌なんだよね。テンプレートで用意されてありがとうございますみたいなのすげえムカつくんだよね。うん、いやすげえわかりますよそれ、うん、なんかね今ね口だけでどうのこうのっていう人が増えてるね。なんか僕近所のコンビニのおじさんがすげえ好きで、うん、本当にありがとうって言ったり、うん、コミュニケーションすげえ取ってるコンビニの店長がいて、あ、かっこいいなと思って。あ、たまにいますよね。たまにしっかりと心が噛み合った状態でのありがとうございます。そう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 、すげえ気持ちいいんですよ、うん、なんか雨降ってる時とか、傘持ってきたとか、雨降ってるから気をつけてねとか普通に言うんで、それがまあ人間らしいなと思って。セブンイレブンですけど。思いますよ。思いますよ。やっぱね、和道さんの魅力っていうのは自然体なところだと思いますよ。なんか結構なんか自分はこう言いたいんだけど、これずっと抑えて苦しい苦しいっていう方がね、全くないです。多いですよね、世の中ね。和道さんはそこが、これは正直に言ったもん勝ちだぞって。いう世の中を作ってた方がいいと思いますよ。うん、そうですね。といったところで、一曲歌わせていただいてもよろしいでしょうか？もちろんです。お願いします。曲名をお願いします。じゃあ曲名の方は、ちょっと待ってくださいね。はい。ところをこうして、ジョージア・オン・マイ・マインド、レイ・チャールズさんの曲ですね。はい。ピアノ鳴ってますでしょうか？大丈夫でしょうか？大丈夫です。ピアノもう少し上げですかね。少し上げで。あ、ピアノ、はい、わかりました。アタック強い時の音欲しいですね。OK。
OK です。こう強く叩くとこうなっちゃうんで、はい、このくらいで、はい、こんな感じで、はい、いきたいと思います。よろしくお願いします。いきます。あ、ちょっと難しいです、これ調整が。いきます。Georgia, oh Georgia, that's for the soul. Yes, oh, yes, oh, oh Georgia, on my mind.Georgia, oh Georgia, I saw you, cause I could, I know that's the ありがとうございます。どうもありがとうございます。いつもなんかこうやって来させていただいて、なんかありがとうございました。はい、はい、じゃあそんな感じでまたよろしくお願いします。はいす、どうもです。ありがとうございました。失礼します。LINE の音質ありがとう。ミノムシさん花火ありがとう。なんかね、 LINE の音質でね、音が綺麗に出ないのがもったいないよね。生で聞くとめちゃめちゃいいよ、ゲンちゃんの放送。ゲンちゃんの放送ね、あの生歌聞きたい人は、綺麗に聞こえるのはゲンちゃんの放送で聞こえるんで。ゲンちゃんありがとう。ゲンちゃんもしよかったらフォローしてね。癒されるね。あの、音質が悪くなっちゃうんだよ、LINE だと。強弱が出なくて、アタックが。だから、あの、生でね、かっこいいの聞きたいのは、ゲンちゃんの生の放送を見に行ってね。花火ありがとうね、みのみさん。なぎさかおるくんだね。ケイトいらっしゃい。なんだっけ？あー、そうだそうだ。アンケートじゃあ開封します。アンケートの結果開封いきましょうか。よいしょ。あれ？アンケート。アンケート、もぐごり人身上、池袋、やるかやらないか。これで決めるよ。うん。よいしょ。反対が50。ああ、一票差だ。じゃあ、このお仕事お断りします。OK です。反対が 50.5%。賛成が 49.。割れたね。半々だ。ちょうど半々。これすごいね。多分ね、たった一人の票が反対が多かったんだろうね。まあじゃあ、お断りしときます。いっす。うん。いやー、まあ、乗ってないしね。うん。お断りしときます。今、メール送ろう。
お世話になっております。和道です。ホータビはお誘いいただきありがとうございます。自分の枠で木彫りの一日店長について話してみたのですが、自分が店頭に立つことについての反対意見も多く、また自分自身もお店の方にご迷惑をおかけしてしまう可能性が高いと思っています。せっかくのお誘いに大変恐縮なのですが、今回はお断りさせていただきます。ありがとうございました。と今送りました。はい。はい、ともさん、ハートありがとう。あ、風船ありがとう。こんにちは。よし。すごいね。ビタビタに半々に分かれたね。ふぅ。あ、珍しいよね。だいたいこういう賛否両論あるときはだいたいトラブルを起こすときだから絶対炎上するときだから、うん、そりゃそうだろう。しそのさ、俺のこと知らないやつが和道さん酒飲んでっつって俺が蛇口にバッて水流したらさ、なんなんこいつってなるでしょ。絶対問題になるでしょ、うん、やめた方がいいよ。ちょっとこんばんは。絶対反感食らうでしょ。お店に迷惑かかるからね。よいしょ。お茶作ってこようかな。
まあ、それが見てて面白いって言ってもさ、お店の接客、お店を任されてる方の身からしたらさ、迷惑じゃん、なわけじゃん。それだったらさ、可愛い女の子とか呼んでさ、お客さんが楽しんだ方がいいじゃん。はい、ただいま、エルミン。そう思わない。今俺に会いたいっていうやついねえよ。あ、今、村野さんから連絡来た。お疲れ様です。わかりました。また機会があればよろしくお願いしますって。おい、イソロクさんいらっしゃい。チッスチッスチッス。疲れっす。なんかカクカクしてる。なんかおかしいな。カクカクしてる？してない？シャンメグ、久しぶり。最近来なかったな。あ、そうだ、捨て頃の相手の戦い。ああ、そうだったんだ。つらかったね。あ、マジか。そっかそっか、大変だったね、チャンメグね。ハクハクするよね、なんかね。ハクハクするよね。なんだろうな。ちょっとおかしいね。
重たい。なんだろう。重たい。どうすればいいんだろう。こっち側では不具合出てないんだよね。タシアンは立つ。止まったりする。ものすごく重い。カクカク。なんだろう。なんだろうな。CPU17% だからそうでもないんだけどな。初見さんいらっしゃい。今治ったっしょ。大丈夫だよね。治ってない。今治ったと思うけど。あ、いいよいいよ。全然いいよ。カクカク治った。今いい。またなった。なんだろう。ちょっと待ってね。CPU の値ってどうやって出すんだっけな。 CPU はどうやってやんだっけな。CPU ってどうやって測るんだっけ。タスクマネージャーだっけな。デバイスマネージャーだったかな。なんかね、バージョンアップしたんだよね。デバイスマネージャーじゃない。タスクマネージャーの、ちょっと待って、CPU がもしかしたら限界来てんのかもしんない。あ、CPU っぽいわ。あ、これだ。Google Chrome OBS が 18%。 多分これだな。なんかが裏で走ってるかもしんない。メモリは大丈夫。 CPU が限界。なんかね、新しい、これだ、システムとかいうやつだ。システム、タスクマネージャーね。このさ、タスクマネージャーのシステムってカットしちゃっていいのかな。 CPU がね 98% とかになってるから、多分これだと思うんだよ。これどうすりゃいいんだろう。なんかうまい方法ないかな。 Chrome が 36% でしょ。 OBS でしょ。バックグラウンド 0.2 はまあ問題ない、問題ない。なんだろう、何が来てるんだ。これこれシステムっていうの切っていいのかな。これこれがね、なんかすごい走ってんだよね。これどうすりゃいいんだろう。これ切る方法ないのかな。どうすりゃいいんだ。CPU だね。うん、今85前後だ。あ、また90になったな。ていうか Chrome こんなに起動してないんだけど、なんでこんなことになってんだろう。 CPU がどうすればいいんだろう。これ誰かパソコン詳しい人いねえかな。7個も立ち上げてないのにな。ロームが重たい。わかんないよね。
チンパンカープンだよね、わかんないよね、普通ね。のんちゃんご飯何時頃できる？あと2時間ぐらい。あと2時間ぐらいか。じゃあまあ夜走ろう。トムソーヤ池上がなんか可愛い女の子と飯食ってんだけど、なんかすげえな、この組み合わせってネットならではだよね。トム池がなんか普通のギャルっぽいことを飯食ってんだけど、どうなのこれ。すげえなんかシュールな映像だ。絶対これさ、トム池ネットを始めなかったら絶対に関わることがなかった2人でしょ。生き方違いすぎるでしょこれ。へえ、なんか面白いな、なんかほっこりするわ。人種が違いすぎるでしょ。いや思わない？俺びっくりしたんだけど、これトムこれトム池と受けるよね。なんかさ、いやこれ俺結構感動することだと思ってて、ネットを始めなかったらと、なんかドラマみたいだよね。ねえ、なかなか美人な子だよねこの子ね。なんかギャルというか普通っぽいね、可愛らしい女の子で、なんかシュールだなこの絵。すげえ面白いこの映像。対極だよね、絶対に触れ合うことのない2人だよね。何これ、何この面白い感じ。可愛らしいことトム池が。もっとなんかね、サーファーとかと付き合いそうな女の子だけどね。彼女になるのかな。なんかちょっと面白いねこれね。なんか緊張してるトム池が面白い。だからネットを始めるとモテるんだよ。好きなのかな、あの女の子は。なんかなんか事件に発展しそうじゃない今日の流れなんか大丈夫、犯罪とかにならないなんか恐ろしい事件が始まりそうな気がするんだけど俺。ね、女の子可愛らしいよね、普通の若いギャルの女の子で。なんでトム池マジかこれ、何これねえ売名に来たのか何なのか分かんないけど、こんなんトム池恋するでしょ。こんなんねえ、トム池恋するよねいや事件の匂いしかしない。大丈夫かないやー楽しいこれ、事件です。いやちょっとじわるでしょ、気になるでしょ。じわ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 くるよ。大丈夫かな。恋するよね絶対ね、トム池はね。トム池何見ても恋するからね。ちょっと可愛い女の子見ると恋するやつだから。あ、探してもいないと思ったらブロックしてた。なんかあったのチャンメグ。
結構俺もブロックされてんだよね。タワクロムってると俺に表示されないコメント結構増えてるんだよね。あ、顔が受け付けないか。結構ひどいこと言ったな、今。結構ひどいこと言ったぞ。まあ、あ、いた。あー、いや、これは良くない。これは良くない。リスナーさんだっつってるけど、要は売名、女の子はただ単に売名しに来て、トム池が恋をするパターンだ。あー、これは事件の匂いがしますね。そのパティーンか。トム池は傷つくよ、これ。いや、だからそういうさ、有名配信者を売名ツールにするなよ。ほのかさん、ありがとう。トム池の恋心返せよ。トムソーヤ池上、こんなん絶対恋するんだから。かわいそう。うん。超かわいそうだよ。男心繊細だからね、もてあそんだらダメだよ。ダメダメ、やめよ。踏み台だよね、踏み台。完全なただの踏み台だよね。あれ、直樹兄さん今練習してる？なんかジムにいるっぽいんだけど。なんか直樹兄さんジムにいない？これジムにいるよね、これ多分。トムソーヤリナ猫好きじゃなかった。あ、終わった。多分ジムで練習してるっぽいね、今。汗ビタビタでリングのコーナーが見えたから。最近まで池上さん、え、ブロックされてたの？え、じゃあ囲われてたってことはワンチャンあるんじゃないの？え、本当に好きなパティーンじゃないの、これ。美女と野獣パティーン。え、面白くなりそうじゃん。あ、だからトムソーヤ池上って確かにギャルっぽい子好きなんだよね。ギャルっぽい子好きなやついるじゃん。これ奇跡が起こんじゃないの、もしかして。面白くなりそうだな。リナ猫はなんだろうね。あいつ愛嬌あるからモテるんだろうなと思う。別にとんでもなく美人なわけじゃないじゃん。リナ猫はね、なんだろう。別に顔が可愛いとかじゃないんだけど、愛嬌があってモテるタイプだよね。え、チャンメグは男配信者だったら誰か、いいなって思うの。モテる配信者。やっぱり王道テルチャンピン。なんかテルがやっぱかっこいいとか、ツイッターとか見てても、テルと付き合いたいっていう人多いね。テル人。池上はお酒飲ませると女性を襲うから、飲ませたらダメ。マキル、あれだよね。トム池かなり押してたよね。インティライミーいらっしゃい。なんだ、ブロックされちゃったんだ。なんで？マキルがブロックされるって、あんまりマキルってアンチコメントとか書かないから、ブロックされる理由がわかんないな。なんかあったんかな。養分伊藤と俺を同じところに並べんなよ。ちょっと待ってくれよ。養分伊藤と俺を並べるなよ。マジかよ。俺養分伊藤と同じ扱いないわ。あ、闇将軍はまあわかるじゃん。もう全方位ブロックだから。マキルがだって俺ブロックしようと思ったこと一回もないもん。いや、養分伊藤はねえだろう。あんな男と一緒にされたら困るよ。いや、勘弁してくれよ。養分伊藤はねえだろう。
さすがに。てか腕が張っててすげえ痛い今日。もう全身が張ってる。今日軽くシャドウもやりたいんだよな、ランニング行く前に。なんかパンチ素振りでもいいからパンチをやっておきたいんだよね。直樹兄さん配信載せてなかっただけでずっとトレーニング。あ、やってたね。あ、見たらわかる。うん。やってたね。ただ、正直言うよ。和道さんにしか投げないから、やば、和道さん、やっぱ和道さんだけどね。あ、ひどんなも好き。化け物じゃねえかよ。化け物じゃねえか、ひどんなとか、お前。うん。いや、別に投げたいところに投げていいけど、もうほんとで、最近ね、オワコンなんだよ、マジで。ちょっとみんな助けてよ、アイテム。なんでこんな上がらなくなったの ?3 日間で4000円とかだよ。きついって、本当に。もうね、結構配信も100人切るようになってきたし、マジで配信業終わりなんじゃねえかと思ってる。いや、マジでマジでマジで。うん。ああ、ありがとうありがとう。いや、ひどんなとこ化け物だろ、あれ。俺、ひどんなのさ、ひどんなって知ってる?ひどんなって、あの、女装やりたくてやってるわけじゃないの。だから、泣くんでしょ?噂に聞いたけど。私、本当はこんなことしたくないって泣くんでしょ?本当はコテコテのゲイなんだよね。ありがとう、マキル。アイテムありがとう。コテコテの、要は男の姿で男を愛したい人なの。だから女装はキャラクターでやってるの。で、たまにヘラって泣くんだって。みんなが化け物だって言って、私こんなことやりたくないのにって言ってニコ生で泣いてたって言って。お前笑わせんじゃねえよとか思って、くっそ面白かったんだよね、それ。ニコ生でみんなに化け物化け物って、私だってこんなことしたくないのよとか言って。面白えよな。そうだよ。女装はキャラなの。女装はキャラ。だからニコ生で化け物叩かれたら泣いたんだって。すげえ面白いよ。どんだけシュールなんだよ。まあほら、ゲイの世界とかジャンルが分かんねえじゃん、俺ら普通の配信者。そんなこと言われてもって感じだよな。楽しませるっていうか、まあだから配信受けを狙って、やっぱり女装してる方が分かりやすいからっていうことでキャラを演じてるんだって。そう。あれは演者なの。だからヘラルの化け物って言われると。いやー、すっごいジャンルあるからね、あの辺は。もうなんか、ね、クイーンキングとか、なんか、なんだかんだとか、もうわけわかんねえよ。どうなってるんだ、この世界っていう。なんかすごいんだよね、ジャンル分けがね。トム・クイーンとかオカマとかなぜか人気あるよね。なんでだろう。多分オカマが見てるっていうのが1点目。オカマの同業受けで、オカマ自体が配信者少ないから一気に集中すんの。要は全国にいるオカマの支持があるのね。で、あとはオカマは女の人が面白いと思うの。男は見ないの。だから俺もオカマキャラ見ない。女の人が好きなの、オカマを。男の姿が普通っていうか本人はやりたいんだよ。で、やるなよって話だけど。すげえシュールだよ。なんで人気あるんだろうね。そう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 、まるがまるとかね。ツイキャス、オカマ、すごいよな。オカマサイトだよね、あれ。ツイキャスはただのオカマサイトだと思ってるから。
カマサイトっていうのは怒られるよ。ニューハーフに毒舌言われると嬉しいんだ。あもう全然わかんない。なんでなんだろうね。俺さ、この100円のコップ大好きなんだけど、みんな見て。これね、100円のコップでプラスチックだから落としても割れないために買ったんだけど、何気によく見てみるとさ、これすげえ面白いんだけど、このコップさ、I'm sorry とか書いてあるんだけど、これ何なの？ダイソーに売ってんだけど。I'm sorry の上は誠意だよ。これどういうこと？なんでこいつごめんなさいって謝ってんの？このコップ。すげえ適当なデザインなの。これさ、多分外人とか見たらさ、爆笑すんだろうね。Say I love you とか。もうさ、コンセプトブレブレなの。Say I love you とか、I'm sorry とか。よく見るとめちゃめちゃ面白いんだよね、これ。何これ。何コップなのこれ。セイがやたらいっぱいあるんだけど。日本の商品はこういうの多いらしいよね。いや、誰が何を思ってこの商品開発したのかよくわかんないよね。だから、あの、外人が着てさ、あの、何なんか爆笑 T シャツあるじゃん。漢字の。変とか。知ってる英語並べただけなの、そう。それがすげえ面白い。なんでこのコップ謝ってんだろうみたいな。気づくまで相当時間かかったけどね。面白いよな。これを誰かが作ったんだよ。これを誰かがデザインしたと思うと笑えるでしょ。せいせいせい、ここにもアイムソーリーあった。ちょっと待って、ここにもあったんだけど、小さく。何回謝るのこいつ。アイム、あ、文字を小さくしてんだ。せいどの下だからアイムソーリーが2つあった。じわじわくるな、このダイソーのアイムソーリーコップ。めちゃめちゃ謝ってるね。うわ、腹減ったな。あ、漢字バージョンがあるんだ、米軍基地には。まあ売れるんだろうね。お嬢いらっしゃい。お疲れ。SAY って煽っといてごめんねってね。セイって煽ってんの？ああ、そういうことか。 I say だもんね。言おうぜみたいな感じだ。そういうことか。言えだもんね。煽りか。
のんめし、今日は大根と豚肉の角煮、卵煮を添えてだね、うん、入場曲別にフリーミュージックで大したことないよ。豚肉と大根の角煮かっこ卵煮を添えてだよ卵煮を添えてがいいところだ。半熟卵がこう添えてある。俺の大好きなメニュー、のんちゃんの角煮、のん飯。すごい、のんちゃん手作り作ってっつったらもうだるがってたけどね。って言った。のんちゃんまたかーっつってた。毎日作ってくれる約束なのにな。じゃあだからこの前言ったじゃん、もうさ、おどうすんだよ。だって俺本当に本当に数千円しか稼げてないんだよ。こんなさコンビニ弁当でさ2人で1食3000円とか無理だって。2000円3000円だ。飲んじゃんじゃん食費出すの。頑張って作るよなんでへこ、なんでそんな、な俺がいじめてるみたいな感じになんの。家賃も出して電気代も出してさ、光熱費も全部出して食費も出してんだよ俺。ねえねえおい、のんちゃんに来るなってこと。え、のんちゃんに来るなってこと。いやいやちょ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 、え、どういうこと。のんちゃんに来るなってこと。いやいや違う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 、そうじゃなくてやべえ忘れてた、違う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 、そうじゃなくて、いや来るなとかじゃなくて、なんでま、いや、やばいったな。え、じゃあそんなこと言ってないでしょ。やべえ忘れてた、そう状態だった。うん、違くて、のんちゃん、和道さんはね、今大変な時期なの。リスナーさんがいなくなっちゃって、花火がアイテムが飛ばなくなっちゃったの。オワコンになっちゃったの。オワコンになったらオワコンの生活をしないといけないのよ。わかる？のんちゃんに来るなって言ってんじゃないの。わかった？うん。食費を安く抑えないといけないの。わかる？花火ちょうだい。違くて。いや、そうじゃなくて。花火ちょうだい。いや、花火ちょうだいじゃなくて。もうダメだこいつ、小じきがいる後ろにダメだ稼ぐ気ねえわこいつ本当に。ずる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 、なんかね、ずるずるね、俺の財布を当てにするようになったんだよ。そう、最初はねちゃんとねお金渡してたのに、俺に花火ちょうだいじゃねえよ、ほんとろくでもねえわ、うん、いやいや偉くない？俺彼女に一銭も出させてないんだよ。超か、ちょっとパンちょうだい、パン。すごく偉くない？俺紐とか言われるとすげえ腹立つの。ありがとう、のんちゃんへ、ハート花火ありがとう、みのむしさん、来たじゃねえよ、小じきが。なん、俺がのりこの紐みたいになってるのすげえ嫌なんだけど。全然のりこのこと当てにしてないからね。来たーとか言って、来たーじゃねえ。うま、あ、うまいこれ。これ。見て69円。いいでしょ、69円。うまい、これパスコのクリームあんぱん、
なんかもうご飯炊いとかなくていいの。うん。まだ。うん。大根煮るときに。え？大根煮るときにね。うん。とぎ汁を使うの。もう使ったの？まだ。うん。え、大根煮てるわけないの今。あ、じゃあまだ、何個も工程があるんだ。うん。ああ。大根の角煮うめえかんな。大根も下茹でしないといけないの。ていうかさ、のりこさ、うん、なんでそんな金ないの？なんでかなって言われても知らないけど、ねえ、なんでそんな、だって家賃もかかってなくてお小遣いもらってて、なんでいつも金ないの、のんちゃんは。なんか無駄遣いしてる？してない。どうしたの？なんでそんないつも金ないの？節約してるの。貯金とかしてんの？は？だってなんか別に買い物とか何もしてないのになんでいつも金ないのよ。使う分だけもらってるから。ああ。大丈夫なの？わかんない。いや、ずっといるもん。ずっとここにいて、ずっとここで本当に寝てるだけなのに金がないんだよ。うん、ない、違う、謎なの。うん、最近 YouTube ばっかり見てんの。放送すら見なくなった。最近放送全然見てないよね、のりこ。はい。え？見てません。 YouTube ばっかりだよね。うん、うん、お金家出してる？うん、何なんだろう。もうちょっともらって、うん、うん、ていうかそれじゃ生活にならんでしょ。ていうかちょっと頼むよ、うん、食費ぐらいなんとかしてよ。ほんと頑張ります。俺マジで自分の生活も成り立たないぐらい稼げてないからね。はい、うん、いや違うと思う。自分の分は自分で稼いで。分かった？はい、うん、頼むよ。ほんとだから配信者にたかるっていうのは一番やってはいけないことだから。うん、たかるポジションだから。たかるポジションの配信者からたかろうとするのはダメだよ。うん、ソシャゲもやってないんだよね。モンストたまーにやってるけど、なんか運極みがどうのこうのとか言ってるけど、課金はしてないと思うよ。そんなにヘビーでゲームやってない。ずっとマリリンの動画見てんだよね。ほんと飽きないのかなっていうぐらいマリリンの動画見てんの。大ファンなのよ。マリリンって知ってる？みんな。マリリン。俺はあんま、なんか、誰かの支援とかもし、え、何、誰かの支援もしてない。
マリリンっていう人がいいんだけど、ずっとこれ見てんだよね、のりこ。うん、ずっとこれ見てる。飽きないよなっていうぐらいずっと見てんの。びっくりするよ。いや、のりこ、だから佐々木なんとかの方が俺は好きなんだけど、佐々木朝日だっけ。俺はあの人の化粧の方が好きなのよ。だけどのんちゃんはマリリンが大好きな。これマリリン、なんでそんなマリリン好きなの。この人撮影うまいんだよな。そう、なんつうんだろう、うん、なんか外人みたいなメイクする人だよね。うん、濃いよ。濃すぎるんだって。のんちゃんはマリリン濃いな。こういうのが好きなんだよね、のんちゃんは。いや、濃すぎるでしょ。そう、外人メイクの人濃すぎるじゃん、男からすると。薄い顔だな。マリリン大好きなんだよ。濃いんだよ、この人のメイク。めちゃめちゃ濃いとかいうレベルじゃないよ。なんかね、レゲエダンサーみたいな。レゲエでやってそうでしょ、レゲエ。そう、俺も言ってんのよ、のりこ薄いメイクの方が可愛いよって言ってんだけど聞かないんだよ。そう、舞台メイク本当よ。そう、めちゃめちゃ濃いのよ。で、俺も薄化粧が好きなんだよ。だからのんちゃんが化粧するとすごいことになるんだよ。ちょっとのんちゃんメイク配信やろうよ、メイク配信。のんちゃん、ちょっと今はえ、なんでダメなの。ご飯俺変わるよ。久々にやろうよ、メイク動画やろうよ。落とすの大変って、だってそうそう、ポールダンサーとか。のりこのメイク配信前回すごかったよ。前回も女性ファンが大好評だったよ。のりこのメイク配信すごかったよね、のんちゃんね。旅館で待ってね、のりこメイクで出てくるかな。あれ、のりこあった。のりこのメイク配信ちょっと見てみようか。じゃあのりこのメイク配信すげえ好評だったよ。いや、 YouTube トップ YouTuber になれると思ってるから俺、のりこのメイク配信は。どこら辺だっけな、ちょっと待って。のりこのメイク講座あった。はい、亀尾さんいらっしゃい。のりこの、とりあえずプロバイダー、開示請求をして、これのりこのメイク配信、ね、あのプロバイダー、亀尾さんいらっしゃい。薄化粧でいいのにね、のりこ。目鼻立ちはっきりしてるから全く同意見だわ。あ、最近のりこが好きすぎてチャンネル登録してのりこだけ見てんだ。いや、だからのりこの再生数やばいんだよね。俺のさ、動画200再生とかなのに、これ3600再生なんだけど。のりこ YouTuber になったら稼げるよ、はっきり言うけど。のりこ。のんちゃん？はい。あの、稼げるよ、のんちゃんは。すごい需要あるよ。じゃあ、ワードの住所ちょっと Twitter でお願いしますって DM。これ面白いよね。じゃあとりあえずプロバイダー、開示請求をして。だってメイク配信なのにワンワンと喧嘩取つだよ。プロバイダーでどんだけ持ってんだよな。画像のジュース DM お願いします。声よ。画像の何ですか。ケンナオコの声がすごい。画像の家じゃないな、でも。このメイク配信すごいよね。画像の本名って何だっけ。
って。濃い。アットマーク F。濃いな。FI。マリリンの意思を継いでるからな。アットマーク FI？絵が上手い人メイク。あ、だからのんちゃんも言ってた。なんでメイク好きなのって言った。絵描いてるみたいって言って。それじゃないと思いますけど。絵描いてるのが面白いんだって。うん。探しといてください。うん、あると思うんで。いや、もう警察署にすぐ電話番号の方をあれしろって言われてるんで。何言ってるか全然わかんねえな。すぐって言われても今こっちは用があるんで、そっちの都合に合わせるのことはできないですよ。いやいや、警察の方が先なんで。なんで警察の方が先なんですか？すいません、私の用事の方が先なんですよ。私の方が被害者なんで。何言ってるか全然わかんない。のりこ YouTuber にすっか。メイク動画上げようか、ちょっと。のんちゃん YouTuber やろうよ。のりこチャンネル。メイクの。あの、機材俺が揃えるから。のりこはね、女子高生の憧れになるでしょう。だってさ、そしたらさ、ん？道具とかさ、揃えなきゃいけないからお金かかるよ。大丈夫、資生堂とかから送られてくるでしょ。それは人気出た人が送られてくる。大丈夫だよ。大丈夫だから。最初はだから100円均一のメイク動画紹介から入るんだよ、最初は。だってもうそれいっぱいあるもん。違うの、大丈夫の。分かってないよ、お前は。のりこは YouTube でトップメイク動画、100均のメイク動画で配信。で、資生堂とタイアップしていくから。分かる？分かる？のんちゃん。うん。ねえ、のんちゃんの動画は絶対ね、のりこが料理してみたとかね、絶対人気出るよね。徐々に。うん。100均だけでメイクしてみたとか。のりこの一日基本的に寝てるだけだから基本的に寝てマリリンの動画見て寝るだけだから、うん、特にないよ。ずっとあそこで寝てるだけだよ。定点カメラだよ、うん、毎回途中で喧嘩とつきたら面白い。のりこ喧嘩とつ強えかんな。ゆうさんいらっしゃい。のんちゃん喧嘩とつ最強だから。はい、ロンパーとかね。はい、俺のターンって言うから。古い。うん。あれ、新野町の謝罪会見はずるいよな、ほんとにな。あんなのずるいよ。面白すぎるだよね。喧嘩と最強カップルだからね。うん。腹減ったな。最近食欲がやばいんだよね。大盛り2杯ぐらい食っても3時間後とかに腹減るんだよね。のんちゃん怒らせたら怖いよ。のんちゃんはほんと怖いよ。おとなしいタイプの人の方が怒らせたら怖い。のりこが今まで数々の伝説を残してきたのはね、今のリスナーは知らない。昔のリスナーしか知らないから。すごかったよ、全盛期ののりこは。キラーコンテンツだから何度事件を起こしたか。最近おとなしいよね、ここ1年ぐらい。最後に起こしたのミュウツーぶん殴った時だっけ。あれ以降おとなしい。のりこなんかあったかな。ミュウツーフルボッコにしてたからな。今のリスナー知らないだろうな、多分。
お腹空いたな。知ってるんだ。なんかタイムラグがすげえな今日。全盛期ののんちゃん、全盛期ののりこ見る？数々ののりこ特集組んでもいいかもね今度。一番炎上したのがこれかな。一番炎上したのはこれ。これが多分一番炎上したやつ。いやーな、今見ても玉ヒュンってなるわ。金玉ヒュンってなるよね今見ても。怖っ。あー怖い怖い怖い。これやばかったよね。マリンさんこんばんは。うわあ、やめろやめろやめろ、バカバカバカ。怖いわ本当に。いや怖いでしょ。だって仕事中鬼電だったもん。もう電話鳴りまくったもん。いや見たらわかるでしょ、見たらわかるでしょ。最後どうなるんだっけな。最後逮捕されるんだ。最後逮捕される、飛び降り自殺配信だ。躁状態ののりこは手がつけられない。誰も止めることができない。最後どうなるんだっけな。この辺が最後かな。わーわーわー。あれなんだろう、最近 YouTube おかしいな。最後は警官に補導される。なんか YouTube がパタパタすんだよね。ネットが重たい。くるくる半端ないね。何なんだろう。ちょっと待ってね。最後はどうなるか。なんで再生されないんだろう。ああやばいやばいやばい。おお。なんでこんなクルクルするんだろう。おかしいよな。あれちょっと待ってね。いや怖いでしょ。あとのりこ百列拳もあるからね。なんかまあまあこういうのと、なんか動画を再生されねえな。パソコンの CPU の問題なのかなこれ。なんかね、 CPU が限界なんだよね。これさ、 CPU どうすればいいか誰かわかる人いる？スペックが意外ともう足りてないんだよね多分。多いよね。なんかね、もう CPU が限界なんだよね。94% とかだから。軽くする方法あんのかな。どうすりゃいいんだろう。CPU。多分これが原因なんだよね。
起動しないもん。何やこれ。なんだこれ。なんだこれ。ちょっと一回パソコン再起動するわ。